今回はいつもの息抜きのトラスティビッグルート DXP& マネー but not easy not easy あ、そうですか。お金と経験値はたくさん入るけど結構難しいよっていう感じのねだそうです。カメラが外にある。はい、うん、入り口付近にカメラないね。セキュリティが俺のところだね。うん、わーい、いきます。タイガさん、中入ってカードキー見つけられるようだったら、うん、ここ開けといた方がいいと思うな。よいしょ。でもそうすると警備員が来るんじゃないの。あった。あ、お、ナイス。お、じゃあ、なんでーるわお。これはどうにもならん。これはどうにもならん。後ろから急に襲われた。いや、もうバッチリ背中見られてますよ。びっくりした。急にびっくりマークだから。うん。Can I join us? No, sorry, but this streaming is VTuber only. Sorry.カメラやケビンや。あ、参加したいって。うん、うん、参加型ではございません。よいしょ。結構やっぱやってる人いるんだね、安いから、うん、安いから。まあまあ大事なことです。確かにみんな楽しいからだよ。安いからって。いやでさ、その100円だからさ、うん、この前も100円になってましたね。こんばんはです。錦さんもこんばんはです。今日もありがとうございます。マネージャー。わあ、マネージャーだ。ぶつかっちゃう。ぶつからなかった。まあ、マネージャーぶつかっても平気だよ。うん。じゃあ、ちょっとマネージャー私やっちゃうわ。うん。OK。あ、もう、あ、そっか。ゲーダウン。マネージャーのビル。ゲーダウン。ここは空いてるから警備員が外出てくるかもしれないんですよね。うん、マネージャーカードキー落とさなかった。カメラってことは中にあるのかな。ありそう。 She here likes カメラ。あ、ちょっと待って、ね、ちょっとこっち来い。 People who stand win the grand prize. A bullet. Follow. え、じゃあもうセキュリティルーム開けちゃって中や。Follow me. Come on. ちょ。セキュリティルームがあるから来ないんじゃない。Come with me. Everything's perfectly all right now. とりあえずこれでカメラは無効化した。OK。うん。さて。あ、そこにいるわ。おります。カメラ覗いたら警備の場所が分かったりしますけど。よいしょ。今ね、入り口に一人、応接に一人、裏から帰ってきた人が一人、あと3人いるんでしたっけ。3人かな。外の2人ちょっと一般人あれやっとくね。うん、トラ外にいるじゃん。近づいてないのにおるなみたいな言う。警備員がここの通路来てくれればすぐ倒せるんだけどな。今ね、自販機の前にはいる。そこだとでも一般人から見えちゃうしょ。うん、こっち歩いてきてくれればね。行ったね。来た来た来た。うん、あ、止まった。あーって言った。一人排除、うん、いいね。ナイス。カメラに映っている。あと2人、あと2人。うん、
あと2人がね移動して、あ、1人もう1人裏行くんじゃない、神野さんの方行くかも、あっち行ったね、うん、うん、そこで止まるんですよね、金庫前かなこれ、あですね、金庫前で止まって、そうですね、こっちまでは来ないんですよね、もう1人が歩き出した、うん、もう1人こっち来てくれればな、警備員移動中やね、ん？行かなそうだね。あ、うーん。お、ワンチャンあると。そうだね。お、行きそうかな。おー、そこ曲がる。じらすね。今、ちょっと行こっかな、みたいなムーブしたのにな。あ、でも、外出る。あ、行きそうだね、そっち。おお、来た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 。自販機かな。目的は自販機かもしれない。自販機です、うん。で、多分、この後こっち来るんじゃない？うんうん。もう一人の警備員が、ああ移動したね、うん、あこっち来る ね、ちょっと離れとこ、たまに外までさチラッてやるんだよ、うん、あ引き返してった、やっぱり雨だっつって、うん、さあ移動しろ、ああそっち行っちゃった、こっちか、うーん、こっちじゃないか、どうしたものか、もう一人減らさないと無理かな、いや、まあ3人いるからまあいけないことはないことはない、うん、けど大変は大変、うんね、忙しいよね、ちょっと動け、入り口で反復横跳びをして不審者を装おう、ここだと見られちゃうもんな。どんどん。あ、移動したぞ。来た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 。で、このままこっちに歩いてきてくれれば、うん。一番いいんだけど、そこで撃つと多分一般人にバレちゃうんだよね。そう、ここの人がガン見してんだよね。ATM に寄りかかってる人、だから強盗のタイミングを見計らってんのかな、その人同業者強盗さん、この、うん、ここはね、ATM、研修施設だからね、 ATM いつだっつって強盗の研修施設だから、ここでチラチラしてたらこっち来ないから、もう一人は、あ、来た来た来た、動いてない、お、ナイスナイス、オッケー、いいね。ナイス。いい感じ。オッケー。ちょっと怖いけど、ね、こっちに来たね。じゃあもう行けるかな？そうですな。そうね。俺カウンターじゃ押さえようか。うん、じゃあ正面から。私壁の壁のスイッチ。じゃあ警備員のとこ行こう、うん、警備員の目の前でかぶります、オッケー、はい、はい、では、あ、動いてる、ちょっと待って、まあ、あっち行っちゃった、まあどこでもいいんじゃないです追いかけていこう、はい、ではでは、スタート、はいはい、壁のスイッチこれね、オッケー、え、もう気づいてなかったの君、いや、なんかこの騒ぎの中優雅に、うん、椅子の椅子に座って机に足を上げてくつろいでるやつがいてこっちに気づいたら椅子から転げ落ちました、そうとですね、あれ俺もケーブル体内に、ちょっと待っててね、ちょっと外先一般人も今のうちやっとく、
ドリル取りに来ちゃった。うん。Twitch and you'll die。シノさんこっちにもいる。はい、行きます。ドリルが取れん。待って、ドリルが取れんのだが。あ、死体持ってたわ。ぽい。見つかったな。Down. On the ground. Get down. うん。まあ外の人も3人までだから。うん。あれ？あと1人かな。縛りに行きます。はいはい。気づかない人もいるのか。そう。見えてなかったら。意外と気づかずにぼんやりしてる人もいるんですよね。ていうかステイダウンするときに、ステイダウンするときに最初からもう何チェーンソーブンブンやればよかったのでは。あーなるほど。それでうまくいく。あれ確か脅す効果ありましたよね。うん、一応あるはある。うん、よし。あれこの辺にだけはあったと。小銭を稼ぐか。うん。大事大事。あ、金庫ある。うん。オッケー。ピッキングナウ。です。Follow me。あ、ドリル壊れてる。うん。うん、直した。ナイス。うん？もう取ってた。金庫や。オッケー。これでオッケーよっと。やっぱこれもう慣れたもんだねここ。そうですね。さすがにここはもう何十回。熟練度が違うわ。何十回とやりましたので。うん、本日の研修は。よし、金庫開いた。あ、結婚指輪だった。あと130秒。はいはい。この金庫しょぼいからな。うん。5000ドルの指輪。結婚指輪専用の金庫だ。5000ドルって普通に考えたらすごい結構いい大金、うん。そうですね。うん。羊毛ぐらい高い。羊毛。農業で換算するのはいかがなものかと思いますが、無意味に板を張っていく。板が銀行に貼られてたらさ、不審だよね。どうしたんだろう、ね、あの板みたい。他にはないでござる。なんかさ、そういうことに備えてさ、板にさ、ヘルプミーみたいな書いといた方がいいと思うな。え、どういう備え方？そう、なんか外から板が貼られてたらヘルプミーって書いてあったらさ、はい、通報してみたいなの書いてあったら、道行く人がしてくれるかもしれない。いや、そもそもなんで板貼るんですか？そっからおかしくないですか？めったなことじゃ板なんて貼らんでしょう。バリケード作ってる時点で気づけよって話だよね。うん、怪しさ満点。まあ時々外から見てると障子がビリビリに破れた家とかありますけどね。どうしたんだろうと思うけど、多分猫ちゃんかなって思うよね。猫飼ってんだろうなってとか子供が、うん、うんうん、ビリビリに破いたみたいな。うん、あと30秒。はい。パッケージ、あ、そこにも。じゃあちょっと層に持ち替えとこう。うんうんうん。弾薬バッグを持ってきてないんだよな。ああ。ファンディット。開くぞ。まあでも前よりね、だいぶ開きやすくはなってるから。うん。
開いたら開いたでまた扉があったりするんですよね。そう。キャスタイム。イエーイ。わお。あるわ。チェーンソーだけじゃ。開いた。ナイス。一瞬。ああ。フラッシュライトがないので暗い中でご勘弁を。あ、金塊だな。一冊束しか出ない。ブオンブオン。札束の方が投げやすくて好きですけども、でも価値がね。あ、もうない。え、ピッキング配信？うん。ちゃんとね、今日はピッキングのスキル持ってきたんで、ちゃんとチェーンソーカスタマイズして刃のブレードの数を増やさないと。ああ、なるほどね。そういうことができるのか。カオって言ってる。金塊。このお客たちはいつまで経っても慣れないですね。うん。いい加減慣れてほしいよね。いい加減来ないでほしいと言われそうですけど。終わった。あとはピッキング。はい。ここでさ、稼いだおかげ、お金ってさ、うん、海外口座にも送れるのかな、ちゃんと。入ってるでしょう。うん。我らはインファミーをしたいの。いやー、ほんと弾薬バッグ持ってこなきゃダメだな。うん。トラスティセット作っとかないと。なんで俺ボディバッグのにしたんだっけかな。なんかでさ、ボディバッグがいっぱい必要みたいなさ。まあなんかしらあったんじゃないんですか。前回？うん。前々回ぐらいかな。うん。前々回くらい。なんかあった気はする。なんかボディバッグ持ってないときついよねみたいな。話になって、いっぱい殺すからみたいな。そうそう。キリ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 。ピッキング配信やだ。地道すぎる。これ取れた。眠くなっちゃうよ本当。ね、すごい平和だよね。うん。これと農業を比べたら農業のがましだなって思う。うん。画面の真ん中に円ができるのを見てる配信だからね、これ。ね、しかもさ、黒いからさ、うん、このロッカー。そう、真っ暗なんですよね、配信画面だと。うん、そう。ああ、確かに。うん。まださ、草木の緑の方がさ、緑一色とはいえまだあっちの方がね、見栄えが、うん、視力回復に効果がありとか言えるから。それは迷信だと思いますけど。99.9% の確率で目が良くなります。いや、それはさすがに詐欺では。いや、あなたは 0.1% の運を引きましたって。これで最後かな、ピッキング。うん。一番高いとこ手が届かないんですけど、ジャンプしないと取れないんですけど。背が低いから仕方ないね。ひどい。ジンノさんの方がちっちゃいのに。事実です。これでもう全部取ったかな、取るも。うん。地道に投げてる神野さんが。ピッキングしてる間に、うん、こっちも地味な配信をやってたってことですよ。バック投げ配信。でもこっち側の方がまだ明るいから、うん、ね、画面見てると分かるんですけど、これ見てたら酔いますよ。うん。
回持ってると走れないんだよな。うん、okay。 ほい、こんなもんかな。うん、okay。 よし、はい、おー終わり。はい、okay。 うん、意外とこんなんでも20分ぐらいかかるんだね。うん、あ、警備員の動き次第だね。そうですね、確かに。じらされるから警備員には。うん、楽しい。トラスティ、10万10万100万、今日もありがとう。トラスティ1回で600万ぐらい海外口座に振り込まれてる。うん、そうだね、いい仕事だよね本当トラスティは。でも2億必要なんでしょ。うん、そう、貯めるのは億単位なんですよ。よし、ほな、ちょっといつものセーフティーハウス、セーフハウスレイドにしますかね。お水飲むのだ。オッケー。セーフハウス。セーフハウス。我らの家を守る。デスウィッシュにしよう。守る。大丈夫？デスウィッシュ。まあ前回は言ってましたから。デスウィッシュ。うん。ああ、デスウィッシュの一個上があるんだっけ？はい、そう。そっちはもうひどいやつでしたね。うん、一撃で死んだよね。銃の一発で。うん、だってタレットがさ、置いて10秒ぐらいで壊されちゃう。うん、ああ、でしたね。うん。じゃあ、プロファイル変えて、ラウド。準備完了。お水飲むのだ。飲むのだ。それででも前回結構危なかった気もしたな。うん。うん。何回か倒れましたもんね。うん。本当場所次第なんだよねこれ。うん。2階のあの場所だとまだいいね。うん。さあ今日はどこになりますか。運試し的な。1階のあの場所はちょっとやだ。1階のなんか階段の下ぐらいが一番やだ。やだね、あそこ。さあどこだ。ガレージではない。あそこだ。ガレージだわ。